はい、16対9の四角の中に生きる妖精です。はい、昨日ねこれ買いまして、キャノンイクシー160ね、カメラの調子がおかしくてですね、このパナソニック DMC-GF6 はお酒をかぶっちゃって、まあ今3回目まあ動いてはいるので、まあ大丈夫でしょうけどね。うん、でこれ今電源入らなくなってスタイラスね、オリンパススタイラス TG850 電源入らなくなって今調べてもらってます。はい、あの電気屋さんにね。そしてやはこれはもうこれも調子はおかしいんですよ。あの電源入りっぱなし切れないとかね、これこのルミックス、古いルミックスがね、古い安いルミックスがね、写真撮った写真にこう真ん中あたりに黒い点がついちゃう、カビなのか何なのか、ね、何度も言っておりますが、3日目ですが、でこれに代わる、やつを安い、デジタルコンパクトデジタルカメラを買ったっていうね、キャノンイクシー160で、まともなのは今これウェアラブルカメラ、パナソニック HXA500 とこの新しいキャノンイクシー160、はあ、やっと説明が終わりました。はい、で昨日はこの部屋の中でこれでいろいろ撮影しましたが、今日は外で撮影する時間がちょこっとだけありましたので、いろいろ撮ってまいりました。はい、ということです。はい、ということです。はい、であのモードいろいろあれして写真撮り、あ動画はオートみたいなやつで撮りましたけども、写真はですね、魚眼風。これでは分かりづらかったので、今さっき自分を撮ってみました。ジオラマ風。トイカメラ風。モノクロ。極彩色。はい、こんだけ撮りました。他にもいろいろ、まあいくつかあるんですが、とりあえずそれだけそのモードで撮りました。はい、ね、本当今まともなのはこの、まあまだ、ちょっとね、お酒を一回かぶっちゃってますからね、ちょっと傷物じゃないですか、手放しで安心はできないですよね。ですので、ね、何度もやっておりますが、まともなのは君だけだ。そして君は新しい、なおかつ赤い裏側も赤い、この縁まで赤い。まともなのは君だけだ。そして君は新しい、なおかつ赤い、ほとんど赤い、ここも赤い、もうそこペタもう赤い、この録画ボタンのこの真ん中のポッツも赤い、あこ赤い、いややっと上着がね洗濯できたんで、はい、赤い上着がねやっと着られました。赤い、うん、この録画ってなってるこの表示、これも赤い。まともなのは君だけだ。そして君は赤い、新しい、ここも赤い、このストラップのこのここを通してるここも赤い、あ電池切れそうだ、まあじゃ、だから外で撮ったっていう話、電池切れそうなんで、はい、電池切れそうなんですよね、とにかく、はい、とにかく、はい、切れそうだって表示が出てからまだ持ってるね、まあね、これ安いカメラでね、そんなね、わざわざお見せするような、まあでもね、新しく買いましたから、せっかくですので、はい、見てもらいました。まあじゃあ